皆さんこんにちは、今日は2020年2月29日の今午前11時半ぐらいになります。今全国的というか、世界中でコロナウイルスの感染が広がって、とても大変な状況になっています。音楽の仕事と接待の仕事をしてますけども、音楽の方でも、コンサートが中止になったり、レッスンもちょっとこう不安だということで、休校になったりしています。接待の方も、やはり幾分かこうキャンセル、予約してもキャンセルされる方がいたり、やっぱりいつもよりちょっと、少ない状況です。こう自分自身の不安もあるんですけども、なんかこうこういう時にできないかなといろいろ考えてみました。で、東日本大震災の時、あの時は本当にもう突然の出来事で、本当に何もできなくて1ヶ月ぐらい本当に、なんていうんですかね、こう思考回路が麻痺したというか、本当に、何もできない状態だったので、その反省も含めて今回少しでも何かできればなと思いまして、ちょっと歌でメッセージを伝えられたらなと思っています。やっぱりみんなこう、一人一人がこう、僕だけじゃない、もちろん、僕よりもっと大変な思いをしている人が本当に たくさんいますので、そんな方々の一人の心にでもこう、思いが伝わっていただいたなと思って、ちょっと歌わせていただきたいと思います。そんな今の気持ちに、合うんじゃないかなと思って、さだまさしさんの奇跡という大きな愛のようにという副題がついてますが、この曲を歌いたいと思いますので、お聴きください。どんなに切なく